第104回ジロディタリア第15ステージのハイライトをお届けします。長久山岳ゾンコラン決戦から一夜明け、この日はイタリアと隣国スロベニアを行き来する周回コースを含む147キロ、距離が短く4級山岳を3つ繰り返すコースプロファイルは逃げを狙う選手にとっては大きなチャンスです。今ジロには参加していませんが、昨年のツール覇者ポガチャル、ウェーレタ覇者ログリッチと近年トップ選手を輩出しているスロベニア、沿道の自転車熱の高まりにも注目です。スタート直後に大落車が発生してしまいました。多くのライダーが巻き込まれたことから、オーガナイザーはレースニュートラルを指示。しかし先を急ぎたい選手たちは苛立ちをあらわにします。落車にはユンボビスマのファンエムデン、コフィディスのベルハネ、そして総合6位のボーラ、ブッフマンがリタイアを余儀なくされてしまいました。仕切り直しの再スタートを切った集団、この日は15名の選手が逃げを決めました。クベカーソスは3名、アルペシンやロットスーダルも2名入れるなど、ステージ優勝を狙う動きを見せています。集団は逃げを容認、そしてレースはスロベニアへと入ってきました。沿道には長久山岳と見まがうような大観衆が詰めかけました。残り22キロ、先頭集団から動きを見せたのはクベカのカンペナルツ。この動きにアルペシンのリースビュエクとモビスターのトレスが合流。しかしトレスは後ろのチームメイトを待つために先頭交代には加わりません。この動きを危険視したカンペナルツは上り坂でトレスを置き去りに、力でねじ伏せていきます。トレスは後続の選手たちまでポジションを下げています。残り3キロの丘に入りました。ここでさらにペースを上げたカンペナルツ、しかしリースベークはなんとかついていきます。一方で追走のモレマ、ヘルマンス、アルント、コンソンには人数がいますが追いつくことはありませんでした。残り1キロまで厳しい展開に持ち込んだカンペナルツでしたが、最後はリースベークとのスプリント一騎打ち。追走5名が最終コーナーを曲がっていくその先でマッチスプリントが繰り広げられました。雨に濡れた石畳のスプリント、この日最も足のあるところを見せたカンペナルツが先着してステージ優勝。そして3位争いのスプリントになりました。 DSM のアルントが辛くも先着しています。カンペナールツはチームのシンボルである手を広げるポーズを見せます。クベカはアフリカに自転車を送るチャリティー活動を行っており、ジャージにも手のデザインが入っています。アワーレコードホルダーが見事な勝利を飾りました。ステージ結果です。カンペナールツ、リースベイク、アルント、コンソニ、ヘルマンス、カタルド、ここまで7秒差、モレーマ、トレス、モラーノ、バルシャイドというトップ10、そして15位までの選手たちに逃げ切りました。16位以降にメイン集団が17分21秒遅れで入っていきました。総合勢は大きな変動が起こっていません。ベルナーはマリアローザを着て翌日の長久山岳に挑むことになります。第16ステージは最難関ステージ、タッポーネの称号が与えられる今大会のクイーンステージです。サチーレからコルティナ・ダンペッツォまでの212キロには一級山岳が3つ、大会標高地点、最高標高地点となるチマコッピ、標高2239メートルのポルドイ峠が登場します。距離難易度ともに星5つにふさわしい獲得標高5700メートルという破壊力抜群のステージです。一度大きく下ってからのフィニッシュは石畳の上り勾配、休息日前日の最難関ステージでマリアローザの進化が問われます。 GCN プラスでは現在このジロデイタリアの模様を毎日スタートからフィニッシュまで日本語実況解説をつけてライブ配信中。ぜひ GCN プラスにご登録ください。